コンスタンチン・ポベドノステフ・コンスタンチン・ペトロービッチ。ポベドノステフは、ロシアの法学者、政治家、思想家。一般に、ロシアにおける、保守主義思想家の代表格とみなされる。皇帝アレクサンドル3世、ニコライ2世の不育にあたり、ロシア政教政無会委員長官として、いわば、灰色の数奇教として、訂正に影響力を与えた。ロシア正教会を保護する一方で、 改革を求める声の高まりに対しては保守的な姿勢を示した。そのため、ロシア正教会から主教、司祭、一般信徒など、広範な範囲から必要性が認識されていた、教会の組織面、精神面の改革は大幅に遅れたので、ポベドノス政府に対する教会側からの評価は高くない。コンスタンチン・ポベドノス政府の油彩が、彼は、やつれた姿と、 青白く死人のような顔つきで知られていた。1827年5月21日、モスクワに生まれる。父ピョートルは、モスクワ大学教授。1846年サンクトペテルブルクの法律学校を卒業する。その後管理となり、モスクワの元老院事務局に勤務する。1860年から1865年にかけて、 モスクワ大学の法律学教授となり、皇帝アレクサンドル2世の巫女たちに法理論と行政学を教えた。1868年元老院議員に選出され、サンクトペテルブルクに移る。1872年ロシア帝国国家、評議会議員。1880年から1905年までロシア、政教改正無会員委員長。ポベドノスツエフは、 常に妥協を嫌う保守主義者をもって辞任し、市民革命や西欧文明批判などの保守的見解を匹敵した。1881年には、アレクサンドル3世の先制政治強化に関する布告を起草し、アレクサンドル2世のもと自由主義的改革案を提出しようとしていたロリース、メイリコフ内相は辞任を余儀なくされた。また、政務会委員長として、 小儀式派などの異端弾圧に乗り出し、そのため自由主義者からは反啓蒙主義者、社会的進歩の敵として非難された。ロシア政教会内から後半に起こっていた改革への動きにも否定的姿勢を示した。1894年アレクサンドル三世崩御後、ニコライ二世が即位する。ニコライ二世の不育館であったポベドノス政府は新皇帝に対しても、 皇帝の先制権力の誤示など思想面で影響力を維持した。だが、1890年代の終わり頃から、ニコライ2世が父ミカド・アレクサンドル3世のフィンランドにおけるロシア化政策とその強化に固執したことや、系統的な宗教迫害を忌避したこと、政務会員によって支配されていたロシア正教会の部分的な解放を施行したことなどから、両者の間に見革が生まれ、 次第に政治的影響力を失った。そして、1905年日露戦争の敗北を契機として、第一次ロシア革命が起き10月証書が出された後、ポベドノス政府は公職から退いた。1907年3月23日、サンクトペテルブルクで死去。80歳に2ヶ月足りなかった。アンドレイベイルイの小説、ペテルブルクの登場人物、 老ウ同ン議員アブレウコフは、ポベドノスツエフをモデルとしている。コンスタンチン・ポベドノスツエフの墓ポベドノスツエフは、人間の原初たる自然は罪を持つという見解を抱いていた。したがって、彼は自由や全近代から独立した人間性の解放などの西洋の主張を、ニヒリズムに取り憑かれた若者の危険な妄想として拒絶した。彼自身の著作の中では、 しばしば、一人の個人の思想及び言語は、彼自身ではなく、人類全般の所有にあると、他の作家から、適切な出典のないままの引用が見出される。アレクサンドル三世の初期の知性において、ポベドの施政府はスラブー派として、思想を形成し、さらに、西欧諸国の制度は、根本的にはロシアにとっては悪であり、ロシアの独自性、すなわち、ロシアの国土の広さや、 民族構成の複雑性、民度の遅れから適用できないとして、ロシア国家と正教会の一体化を主張する反動主義へと転換した。一方で、同時期にゲルツェンのロシアの声に寄稿している。ポベドノスツエフは民主主義を下品な民衆の手に負えない独裁政治であるとみなし批判した。議会による行政、司法の統制、言論の自由、 宗教教育に対峙する意味での普通教育は嫌悪の対象であった。西欧合理主義が生んだこうした危険物に対して彼は数世紀にわたる歴史の中で大衆の信仰心により形成される均衡の重視を見出した。ポベドノス政府の視点によれば人間社会の自然的発展は植物の成長に例えられ人間は社会的発展の全法則を出すことは不可能であり、 社会を改変しようとする、どんな試みも、暴力や犯罪と同一視される。実際の政治面においては、ポベドノス政府は、皇帝アレクサンドル3世のフィンランドなどの、帝国内の非支配民族に対するロシア化政策に、あたって、政策立案と実施面における影響を及ぼした。また、公用するロシアナショナリズムは、正教会以外の宗教弾圧。 中んずく、ロシア国内のユダヤ人に対するポグロムとして現れた。ポベドノステフは反ユダヤ主義を徹底し、系統的な反ユダヤ人政策を明確化した。ポベドノステフによれば、ロシア国内のユダヤ人は、総人口の3分の1を移住させ、3分の1を餓死させ、残り3分の1をキリスト教徒に再洗礼させるというものであった。結局、 1881年から1920年までの時期にロシアのユダヤ人は大規模な国外移住を開始し、約200万人がアメリカに移住したとされる。ニコライ・ベルジャーエフは、ニヒリズムに基づく人間不信と強権主義という点においてポベドノスツエフは、ウラジーミル・レーニンと相通じると指摘した。A.B. 高橋康幸、白外家のロシア教会教文官。 1996年、ISBN4 から764263254。ありがとうございます。